こんにちは、ゆるりでございます。皆様、いかがお過ごしでしょうか？さて、今日は、フジテレビの視聴についてお伝えします。題して、フジテレビ加藤綾子アナウンサー、小室眞子さんと佳子さまのハグに感動しましたと視聴です。最後に、日本人の反応をお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。新しく小室ファミリーに入った小室眞子さん、新曲悪夢の予感はいつ頃発売されるのでしょうか。笑い。会見はおぞましいほど、こんな会見今まで見たことがないほどひどい会見でしたよね。笑い。国民をよくぞここまで愚弄したものだと呆れ果て、吐き気がするほどひどすぎると思いました。笑い。しかし、こんな呆れた会見を見たことありますか？ゆるりは、こんな呆れた会見見たことがありませんでした。本当に呆れ果てました。日本史上最悪の会見だったと思います。皇室が民間人の借金問題に首を突っ込み、なお、かつ問題になっている人物に対して、海外に逃亡するように指示を出していたこと、このとんでもない事実を、あたかも美談のように語る姿に、正直吐き気を催しました。笑い。ここまで主張するのなら、1億円とも言われている貯金を国庫に返上してほしいと思います。このお金は税金ですからね。使わなかったのなら国庫に返上すべきでしょう。また皇室が365日日本国民の安泰を祈願しているわけではないということが図らずもバレてしまいました。笑い。昭和天皇もお嘆きでしょう。戦後開かれた皇室という甘い言葉に誘われて、それがあたかも正しいように吹聴した大マスコミ。戦後の皇室問題を黙認し続けてきた自由移民党。日本の保守は滅びた日だと思いました。絶望の日でしたよね。そして何と言っても宮内庁のひどさです。ゆるりは、宮内庁の縮小と、宮内庁の上層部の解任を求めたいと思います。宮内庁とは、一般庶民出身の人間が務まる仕事ではありません。体を張って還元申し上げる精神がなければなりません。宮内省最後の宮内大臣、宮内庁最初の長官、松平義民という人物をご存知ですか？徳川家康公の子孫であり、元福井藩主松平義長春嶽の三男として生まれた人物です。この人物は皇族や上級家族であろうと、問題が発生すれば宮内省幹部として遠慮なく問責したと言われています。東国宮なる彦王の帰国拒否、親戚降嫁騒動、不良家族事件など皇室の権威を損なう事件が頻発した戦前昭和期に果たした役割は大きかったそうです。その恍惚感ぶりは、昭和の殿様、閻魔大王と称されました。皇室とは、日本最大の権威があります。その権威にひるんでいては、宮内庁の仕事は務まりません。一般庶民出身の人間が務まるような仕事ではありません。宮内庁の人間は、それ相応の格式がある家の出身の人物でなければ務まりません。間違ったことをしたら、それを指摘し、咎め、還元申し上げることができなければ、皇室を守ることができません。今回の小室眞子騒動も、結局、誰も還元できずに、騒動が炎上し、沈下させることができずに、最後の最後まで大炎上してしまいました。そして、今後も炎上し続けるでしょう。宮内庁には反省してもらいたいのと、上層部は責任を取って辞任すべきだと思いますし、辞めなければ解任してほしいと思いますね。さてさて、前段が長くなってしまいましたが、大マスコミです。フジテレビです。加藤綾子アナウンサーは、なんとなんと感動したそうです。笑い。理解しがたいです。美談を作り出そうと画策している。大マスコミ、フジテレビのアナウンサーらしいですよね。笑い。
いわゆる世論操作です。報道によりますと、小室眞子さんが幼少時から30年を過ごした赤坂御用地を出発する際に、秋篠宮ご夫妻と佳子さまがお見送りし、眞子さんと佳子さまが優しく抱き合った姿も伝えた。加藤綾子アナウンサーは、今朝出発される時のお二人の抱き合う姿もグッときました。眞子さんにとって佳子さまは特別な存在なんですね、と、しみじみと語った。この番組では佳子さまの感想文、小室圭さんが姉のことを大切に思ってくださっていることをありがたく感じていますというものも伝えたそうです。なんで、姉の結婚に対して、姉の結婚の会見に対して、それも日本国民から大批判を浴びている状態なのに、全然関係もない妹の感想文が出てくるのでしょうか。感想文を日本国民に対して発表する佳子さまの姿勢というか、頭の中の思考回路が理解できません、笑い。またそれを報道する大マスコミフジテレビの考えも理解できませんし、失笑と大笑いしてしまいました、笑い。それも妹の佳子さまが保護者のごとく、税金を使って公用車を使い、姉の結婚の会見場所にまで付き添うとは、頭大丈夫なのだろうかと思ってしまいました、笑い。気色悪さを正直感じてしまいました、笑い。以上です。次に日本人の反応をお伝えします。普通の家庭であれば微笑ましいでしょうが、言論や報道統制までして違和感どころか恐怖しか感じない。このような皇室はもう必要ないので廃止した方がいい。自分はひねくれた人間なので、なぜカメラのあるところでハグを行ったのかほじくった見方をしてしまう。別にカメラのないところでハグをしてもよかったのに。やはりあんな安いパフォーマンスにコロッと騙される単純な人も一定数いるんですね。私にはアナ雪の汚いバージョンにしか見えませんでした。仲良しだった兄弟だったら当たり前のことで、特にグッとくるようなことでもなんでもありません。何でも美談にしようとするマスコミにも不信感。苦労しそうですけど、ご自分で選んだ人なんだから投げ出さず、税金やら仕送りに頼らず、夫婦両名ともに自立してお暮らしください。これまでの経過を知っていて、あの三文芝居に騙されるとは。加藤綾子アナウンサーも、なかなかのお花畑ちゃんね。一般人なら勝手にやれば、だけどやんごとなきご身分でしたら控えあれ。本当にお宅の親は上流教育ができてない証。そんな人、そんな一家を敬えというのなら、国民は苦痛でしかない。国民を愚弄するな。会見ではゾッとしました。もう今回の騒動を見て、皇室っていうもののあり方さえいらないんじゃないかと思う。今回の件も KK さんと KM さんからしたら、自分たちが誹謗中傷された被害者って感じのコメントで、病になったのも国民のせいだというようなコメントに続き、今日の文章を見たら、もう皇室もいらないんじゃないの？国民の声なんか聞くこともないんなら、マスゴミごときが、国会、国柄を歪めても視聴率、クズの集まりですわ。既存の放送局を撲滅したい。電波オークション希望する。ザ・茶番。映像かな。俗っぽくて気持ち悪かった。普通におかしいやろ。姉妹で抱き合うなんて。どこの子がそんなんやってんねん。普通、ああ言ってらっしゃいやろ。音大のアホがニュースにコメントすんな。明日のワイドショーは、この茶番で感動したとか。ほざくコメンテーターだらけだろうな。パフォーマンス。映像に映らんとこでやればええやん。家の中なら散々ハグできるし。お金のためなら、一般人の人権は、無視のテレビ局がよく言うわ。裏垢ですごいこと言ってるだろ。嘘くさかったわ。それまで、家でずっと一緒だったろ、笑い。カメラ前だから仲いい姉妹演出したんだろうな。根性の別れやで、
数時間後に会見に付き添う佳子さまの姿があったけど笑い。以上です。ネットはお祭り騒ぎの大荒れです。すごいコメントはここでは紹介できないのですべてカットさせていただきました。笑い。ゆるりの感想としては、あの姉妹で抱き合う姿がやらせだな、パフォーマンスだなと正直思って吐き気がしました。気色悪いと思いましたが、あれわざと国民に見せつけるためにテレビカメラがあるのが分かっていてハグしましたよね。それも自然にではなく不自然さを感じました。スムーズではなかったですよね。普段そんなことをやっていないのがバレバレです。笑い。また家の中でいくらでもハグすればいいじゃないかと思いますし、日本人で普通兄弟姉妹でハグしますか。秋篠宮家って欧米思想に洗脳されているんじゃないのかなって、正直やばい三宅だなって思いましたね。そしてなんで子供じゃあるまいし、姉の会見に妹が税金使って公用車使ってだかだか会見に付き添うんですか。正直理解しがたい。国民を愚弄しているとヘドが出ました。笑い。このフジテレビの加藤綾子アナウンサーという人物のコメントにもヘドが出ますよね。気色悪いですよね。笑い。テレビは何でもかんでも美談で締めくくろうとしていますが、一つも美しい騒動ではありませんでした。笑い。綺麗事しか言わないテレビって必要なんですかね。これ以上言うことはないので、この辺で終わりにしようと思います。それでは今日はこの辺で。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。